こんにちは、コミーです。今日はこちら、靴下です。またかよっていう感じですけど、ですね、カメレオンカメラのカラーナンバー104グレー、これは前回靴下編んだつま先とかのやつですね。それとオパールのカラーナンバーとかがわからない、紫どれのことだかわかんない、紫です。はい、これは前にどんぐり帽子のちょい足しでやったのかなの、2色使いというのをやりたいと思います。今この界隈でジョグレスストライプというのがちょっと流行ってるということで、足首ウォーマーは私やってみました。でちょっと編みながらいきますね。検索してみて、そのつなぎ目が目立たない糸変えの仕方みたいなので、こういろいろ出てきますよね。で、前回足首ウォーマーの時にその下の編み目をこう引っ張ってきて一緒に編むことでその段差が見えにくくなるっていうのをやったんですけど、それは1段ごとの色変えじゃなくて複数段ごとの色変えの時にこう有効になってくるっていうのかな、そんなやり方として書かれているんですよね。だからこの間の場合は1段ごとの色変えだったので、その目立たないというやり方も1段ごとにしたということでね、ご説明していると思うんですけど、だったらこう複数段の色をこうボーダーにしていくっていうのをやってみればいいのかと思って、でちょっと考えてたんですけど、これ今4段グレーが4段終わったところで、4段ごとにしています。4段終わったところで次紫に行くところなんですけど、あ、違った、間違えちゃった、危ない。変わる時にはもうそのまま色を変えて編む、その次の段色変えをした2段目のところでこう下の糸を引っ張ってきて編むっていう、そういう方法だったんですよね。だからちょっとそれを今回やってみようと思って、こういう色にしました。靴下界隈で皆さんがやられてるのは、単色と柄段染めの、1段ごとのストライプっていうのがまあ可愛いですよね、見ていてね。で私もあやりたいってすごい思って、で足首ウォーマーね、練習のつもりでちょっとやってみたっていうところがあるんですけど、まあ、まあ、まあ私がちょっとひねくれてるっていうところも多分あると思うんですよ。みんながやってることはやりたくないっていうのもなんだけど、みんながやらないことをやりたいっていう、その基本的なね、素質特徴があるものですから、だからみんなやってるな、可愛いなって思うけど、なんかちょっと私自分のやりたいことをもうちょっとちゃんと探してみようみたいなことで、で、タブーかもしれないんだけれども、段染めと段染めのストライプもやってみたいと思ってるんです。だからそれこそこうチョイスする時のね、慎重さっていうのかな慎重に選ばなくてもいいんだけど、どんな風になるのかっていうのはもちろん編んでみなきゃわかんないから、
失敗してしまう可能性もあるけど、段染めと段染めっていうのもやってみたいと思っていて、で、この単色と単色っていうのはもうずっと前からやりたかったんですよ。これこそ本当に私、配色の組み合わせを考えるっていうのかな。それ、センスがいいとはもちろん言えないのは私、重々承知なんですけど、この無難じゃない色を合わせるというのが好きで、失敗もあるけど、あ、なかなかいいんじゃないのっていうこともあるから、すごくそれが好きだから、この単色と単色っていうのはずっとやりたいと思っていたんです。ただ、靴下編みが慣れてない中で、色変えっていう、もう一つ、こう、面倒なことをやるっていうのが、ちょっと私も自信がなかったから、靴下編みに慣れてきたらやろうって思っていたんですね。まあまあ、今すごい全然慣れたってわけじゃないんですけど、いろんな靴下を編んでみたいっていう思いがある中で、あ、じゃあこれも試してみちゃおうかっていう感じです。だから、一段ごとのっていうのももちろんやりたいと思ってますし、何と何を合わせるかっていうので遊びたいなと思っている感じです。で、この2段目、色を変えて、この色の2段目に行くときに、この下の段を引っ掛け、下の目を引っ掛けて、一緒に編む。まあ、これ足首ウォーマーの時と同じやり方ですよね。そうすると、目立たないっていうやり方がありました。どうでしょうね。このここら辺もしかするとね、私が今感じてるのは、ここ編んで休めて次から紫の最後と紫の最初のところの糸の突っ張り加減っていうのかな、切らずにそのまま持ってきてるんですけど、ここを引っ張りすぎると擦れてしまうかなとか、その辺も関係してくるんじゃないかなって思っているところと、この糸が出ちゃってるこの裏側でね、これ足引っかかんないのかなっていうこととかが今気になってます。うん、だからこれも編んでみないとね、編んで履いてみないと分かんないかなと思って、まあとりあえず、両足編むかは分からないけど、いや編みたいけど編みたいけど、まあとりあえず片方編んでみようっていう感じでやり始めたところです。はい、ちょっと飲み物いきます。今日のコールドカップアイスコーヒーです。この単色と単色の組み合わせもですけど、段染めと単色を組み合わせるもそうだけど、やっぱり単色がもうちょっとこう揃えておきたいっていう、このね、単色と単色をやる場合にはもう本当にいろいろな色があったら面白いなって、ほらなんだ、ダイソーのレース糸みたいにあんな風なラインナップでね、あんなたくさんあってもそんなこうちょっとした色の違いはまあ難しくて選びきれないかもしれないけど、でもあんな風にいろんな色があると組み合わせ方でだいぶこう違ったイメージになるなーって思うから欲しいです、単色今これ家にある単色の中であるんですよ。普通にネイビーとかホワイトとかがあるから、もうそれはもう超無難、これはもう失敗がないですよね、そのボーダーだったら。なんだけど、やっぱそれじゃつまんないなぁと思って、なんか
どうしたもんかなって思って夜寝る前にね、ちょっと布団に入ってからもう寝るっていう時に頭の中で考えてて、あーってこれがいいってなって、夜もう寝つく時に明日紫とグレーみたいな感じで朝一でこれを始めたというところがあります。グレーもいろんな色と合わせやすいですよね。で、今私はやっぱ茶色が欲しいと思ってるんですけど、これ私の好みですよね。この色っていうのをちょっと基本に揃えて、あとはまあちょっとずつ他の色を揃えていくと、面白いボーダーなり3色とかでもいいんですよね。2色にしなくてもね。もうそうなると本当に面白い柄になる。で、3色3玉使った時に1個段染め入れるとかね。段染めと単色とかね。もう、そりゃ楽しいだろう、みたいな。そういうことをちょっと考えてたりしてます。で、このボーダーの、この幅もいろいろできそうですよね。その一段ごとのっていう、あの一段だからの可愛さっていうのが多分あるんですよね。だから細めのものと、あと太め。もう太めなんていうと、なんていうの、ロングピッチの段染め的な感じの、ああいうイメージになりますよね。ああいうのも面白いなぁと思ったり。まあそうすると、こう糸替えのところの糸始末っていうのがやっぱりいるよなぁとか、まあそんなことをちょっと考えている。今日この頃です。本当にこのしましまの靴下、まあそういうのがよくって段染めで編んでるっていうのも私はねあるかなーとも思うんです。その糸替えをする手間っていうのを考えた時に、段染めを使えばこうしましまっぽくなる、あの段染めのねものを選べばねっていうのもあったりするけど、自分で好きな色を選んで自分のタイミングで色を変えてボーダーにするっていうのは、そうやってみたいなーって、あの靴下の本とかにも出てるんですよね、このしましまにするやつとかがね。で、本見た時に、あーいいなー、可愛いなーと思ったけど、もういや私はその色変えはちょっといきなりは無理だなーって思って指を加えて見てた感じがあって、だからこうやってみれるっていうのはすごいね、まあ、これもある種チャレンジですよね。どんな風になるのか。で、本には色変えの目立たない色変えの方法とか書いてなかったと思うんですよ。まあでも場所によっては、例えば裏側で色変えをすればそんなにこう無理に目立たなくしようとしなくても、足の裏だったら見えないですもんね。だから色変えの場所を選べば、あの平気なのかなって思ったり。まあでもそれこそ裏側にこの色変えした、なんていうの、裏側に出ちゃう糸のこう変わっていく部分っていうのかな、それが足の裏にあった時に履いた時どれぐらい感じるのかとかね、それも履いてみないとわかんないだろうし。あのこの間多分セール終わったばっかりだから、でもまたピエロさんとかセールありますよね。 それまでに何色を、まあその時にカートにちゃんと入るかどうかもわかんないですけど、何色をまず欲しいのか優先順位とかもちょっと決めておいた方がいいなーって思って、そんないっぺんに全部買えないし、
まず何色から揃えていくとね、楽しめるのかとか、そんなことを考えてばっかりいます頭が靴下なんでであとそうね、ソックブロッカーもちょっと真剣に考えた方がいいなと思ったりはしてます。もう針金、ね、ハンガーで作るにしてももうちょっと、もうちょっと、いいもの作りたいかなとか。でも、針金で、綺麗な形作るっていうのは難しいんだなっていうのを作ってみて分かったんですよね。だから、それなら針金じゃないもので作るとか、まあ、なんか、考えた方がいいなって思い始めてます。で、今回もまた、別々の靴下を2足、編みかけっていう形で今進めていこうとしてるんですよね。だから、編み上がるタイミングもまあ近くなってくるかなっていうタイミングだから、ソックブロッカーも2個とかあるといいよなーって思ったり、もうこれほんとね、本当にいいのかって思ったりはしますけど。12だから次、グレー。横っちょだと履いた時に見える位置ですかね。横っちょだとね。まあでも、ね、靴とか履いちゃったら見えないんですよね。足首のところが、見えるところですもんね。ここはまだいいのかもしれない。だからここをちょっと編んでみて、どのくらい、わかりにくいように編めてるのかっていうのを確認した上で、かかとの先の色変えのところは、もしかしてこの方法じゃないやり方の方がいいのかもしれないから、ちょっとここで様子見てっていう感じになるかなっていうとこは思ったりしてます。ちょっと色が可愛いから、本当はね、片足だけ編んでみるっていうのもありだなとは思ってたんですけど、ちょっとこれやっぱ可愛いからね。編み、両方編んで履きたいかもしんないって思っています。とりあえず今は自分のサイズ、自分のサイズで、いろいろ編んでますけど、お年賀というか年末年始の親戚親とかに靴下プレゼントとかできたらいいなって思ったりもしてるので、ちょっと何足か編んで、その編み方、これこの編み方なら編みやすいなっていうものでプレゼント用のをね、編めたらいいなと思ってます。で、ここですね、今1段グレーで編んできて、グレーの2段目というところで、この前段の目を引っ掛けて、一緒に表編みという足首ウォーマーを編んだ時と同じやり方です。今そのやり方で編むとこういう形、ちょっとこのテンションの糸の引っ張り具合っていうのもあるかもしれないですけど、まあこういう感じで、このちょっと両方とも色が淡いので、どっちかっていうと目立たない色合いですよね。だけどこの2色単色と段染めとかだったり、白とネイビーみたいな、そういうこう濃淡のある組み合わせだと目立つか目立たないかが分かりやすいのかもしれないですけど、はい、こ
こんな感じです今のところはね。はい、でまあかかとのところまでちょっと編んでいって、こう様子見て、いやーこれじゃあちょっと足首のとこ無理でしょうってなったらまたちょっと考えたいと思いますが、これでいければこのまま、上まで最後までいければなというふうに思っていますが、はい、またそれは、ライブ配信か動画にするかわかんないですけど、はい、見ていただきたいと思っています。はい、それでは今日は単色と単色のストライプの靴下を編んでいますという動画になりました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。